続いては夏の高校野球です。今日は葛飾区から出場するチームをご紹介します。ご覧ください。暑い夏が始まる。J:COMでは今年も夏の高校野球を生中継。東東京大会は江戸川区球場で行われる全試合を放送。夜9時からはその日の試合の模様をダイジェストでお届け。栄冠をつかむのはどのチームか。J:COMだから見られる瞬間がある。高校球児のみんな、心を燃やせ。頑張ってください。さて、ご覧の J:COM チャンネルでは今度の日曜日7月10日から江戸川区球場で行われる全試合を生中継いたします。また夜9時からは東西東京大会のダイジェストも放送します。